今回は、線路の基礎が完成したのに建設中止となった鉄道路線について解説します。現場は、奈良県南部、昔のホワイトハウスがあるところではない方です。和歌山線の五条駅から、紀伊半島の先端の新宮駅までを結ぶ、はずでした。距離にすると、約130キロとのことで、東京から、沼津くらいの距離とのことです。国鉄時代には、一部区間で工事がスタートしました。現在も、遺跡のような形でこのように残っています。線路さえ敷けばオープンできるような状態にまでなりました。ですが廃墟となってしまったわけです。というわけで。おーい、せっかく作ったのに、なんでキャンセルしたんだよ。もったいなーい。主な理由は、乗る人がいないという点ですね。実際のところ、沿線予定地を見ると、限界集落といえるところも多々存在します。鉄道を作っても赤字は免れなかったかと思います。ただ、時代的に運が悪かった点もあるようです。どんな事情があるのか、練習試合感覚で説明します。それは、今から約100年前のことでした。当時の地元民は次のようにコメントしました。吉野杉を輸出するために鉄道を作って、今のままでは不便すぎる言うて。現場は、吉野杉の産地で林業が盛んでした。よって、切り出した木材を運ぶための交通手段が欲しかったのです。その結果、1922年の鉄道敷設法に予定ルートとして記載され、今後建設する流れとなりました。法律で正式に決まった感じです。そして、戦前にも、少しは建設工事がスタートしました。ですが、もうわかりますね。戦争で工事どころではなくなってしまいました。戦後、ようやく工事が再開され、五条駅付近の一部区間の土台が完成しました。よって、とりあえず部分開業しようとしました。ですが、地元では、こんな話が出てきました。部分開業？だったらバスでよくね。線路予定地をバス専用道にしてのオープンを希望しました。要するに BRT を希望したのです。鉄道では、駅数が少ない一方、バスだと、停留場を多めに設定でき、地元民に優しいと感じたためとのことです。この時、近鉄南大阪線系統の延伸案、南海高野線の延伸案もあったようです。今では考えられないですね。令和の世界であれば、第三セクターがどうたらになる案件です。ゆえに、いろんな案が出てきて、プランニングが難しくなりました。よって、地元の関係者の間では、こんな流れになりました。はよ国鉄作れ、近鉄がいいな、バスでよくね。といった感じで、いろんな構想が出まくりました。ですが、とりあえず BRT で決着しました。こうして、鉄道予定地はバス専用道として使われることとなりました。一方、国鉄はこう述べていました。今後も坂本地区まで作るぞ。五条市大東町坂本地区まで延伸する予定で、引き続き工事を進めていました。ただ、時代は1970年代後半です。オイルショックで若干オワコン化した時代ですね。この時代になり、国鉄の ATM はピンチになっていました。やがて、特定地方交通線から民営化の問題が出るわけですが、まずこう述べました。はい、今作ってる新線、ドタキャンするぞー。ドタキャンというか、すでに実行中のプロジェクトでしたが、新規路線の建設を全部ストップしました。よって、五新線も事業凍結になってしまったのです。山間部を貫く橋脚とトンネルだけが放置されてしまいました。やがて JR 西日本に切り替わりました。ここで五新線について。うん、いらん。カサカとブーブーで乗る人いないだろう。と述べ、それまで中断だったところを正式に中止しました。奈良県南部の過疎化が進み、しかも、車社会の時代になっていた点が理由ですね。国鉄の赤字の原因となっていた地方部の事情と同じです。ゆえに、線路の基礎だけができ、今へと至るわけです。さて、鉄道として開業することがなくなった五新線ですが、有効活用はされ続けました。具体的にこう述べました。JR バスに BRT してもらおう。一部区間では、引き続き BRT みたいな路線バスのルートとして使われ続けました。はじめは JR バスが担当していました。単線サイズのトンネルもバスで有効活用されました。ですが、
ブーブーによる脅威がさらに大きくなります。みんなマイカーを持ち始めた結果、バスに乗る人はさらに減ったとのことです。そんな中、JR バスはこう決意しました。金にならんのでやめまーす。給料安いので会社辞めます。といった流れが最近は流行っているようですが、そんな流れでした。収入が減って赤字だったため、バス路線からも撤退しました。ただ、交通機関が完全にゼロになるのは問題だと言われました。ゆえに、五条氏などはこう述べました。奈良交通、あとはよろしく。奈良交通という近鉄系のバス会社にお願いしました。よって、こちらが BRT を相続しました。ですが、トンネルなどは完成してから半世紀が経過しました。よって、BRT っぽい部分について。もうやめます。今後は国道のみにするぞー。バス専用道を廃止し、一般道路を経由するルートに切り替えました。こうして、五新線の設備を使った交通機関は、100% が卒業となった感じです。一方、新たな使い道も出てきました。跡地には、鉄道のために作られた長いトンネルがあります。このトンネルに目をつけたところ、それが大学でした。使われることがなかったトンネルについて。物理の研究に使えそうだな。ようわからん物質の研究センターにするぞー。ようわからんという表現は、あくまでも、文系出身のうぷ主のおっさんのセリフです。この辺は許してくださいね。細かく言うと、大阪大学核物理研究センターの観測施設となりました。こちらが、観測所が入るトンネルの入り口です。付近には、研究内容が書かれた案内板があります。まあ、何を研究しているのか不明ですが、ニュートリノと暗黒粒子の研究に使っているとのことです。ウプ主のおっさんも性格が暗黒ですが、世の中には、まだまだ上がいるわけですね。ニュートリノ、暗黒粒子、それらがどんな物質なのか、全く想像がつかないですが、詳しい人いらっしゃいましたら、ぜひ教えてくださいね。なお、かつて五新線が目指したルートについて、奈良県などはこう述べています。高速道路っぽいものを作るぞー。これで、沿線をイケイケにするぞー。国道168号がありますが、これを、高速道路に近いデザインにするプロジェクトが実施されています。地域高規格道路、五条新宮道路という名前です。以前、こちらに関する動画をアップしましたが、現在進行形で実施されています。鉄道ではなく、自動車による発展を狙っているわけですね。ただ、過疎化が進み、限界集落が出るのは避けられないようです。少子高齢化、今後はさらに進むと予想されています。国鉄の財政難で中止となった五新線、当時の判断は正しかったのかもしれません。JR 西日本が引き継いでも、おそらく廃止になっていたかと思います。皆さんは何かコメントありますか？以上、五新線についての説明、前菜の部でした。では、メインディッシュの部になります。五新線のルートに沿って計画されている道路について着目しました。鉄道は完全に無理でしたが、代わりの高規格道路も苦戦しているようです。限られた予算の都合上、未開通区間が多く残っています。一部は、道路すら単線にもなっています。この点についてお料理を作ってみました。ウプ主のおっさん、こう言い残しました。なるほど、予算がなかなかつかず、皆様には多大なるご心配をおかけしていますってことです。